OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. 되지 this. 仕事は ショッパーブで接客したりとか、あとは最近はキャンドル作ったりとかして、その販売したりとかしてます。なんか見たことないもの作りたいと思って、ちょっと面白い感じの型とか使って作ったりとか、 ちょっと男性も飾りやすいようなキャンドル作ったりとかですかね。ああ、そう、大仏とか、男性器とか女性器とか、あとはなんか彫刻が結構好きなんで、そういう系のもの使ってますね。あ、そうです、買ったりとかセミオーダーもしてます。 On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. 匂いと色かな。その時にもよるんですけど、5から10ぐらいですかね。あ、色合いはもう結構幅広く何でも、何色でもって感じですね。 Tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. 組んでること。あ、でもなんか結構いろんな人とコラボしたいなと思ってて、なんかなんだろう、そのタトゥーの、今私のホリシさんとちょっとコラボレーションできたらなと思って、ちょっと今進めてますね。 高校生ぐらいの時ですかね、になんか、やっぱ男性生徒たちが、やっぱね、自分で入れ墨入れたりとかするのを見てて、なんか入れ墨自体はそういう雑誌とかで結構見てて、いいなみたいな思ってたんですけど、ちょっとああいう風にちょっと汚い入れ墨を入れたくないなと思って、ちょっと18 になってすぐとかじゃなくて、29で、もうちょっと自分の入れたいものを定めて、やっと入れたみたいな感じが始まりですかね。ファーストタトゥーは、ハートと鍵穴と鍵と、ほくろですかね。全部好きです。<笑>と4人ぐらいに入れてもらってて、今はもうほとんど 決まっちゃってるんですけど、なんかその絵の雰囲気もそうですし、線とかもそうですし、でもそれはなんか入れ始めてから結構こだわりになってきたんですけど、今はそうですね、あとできれば女性がいいかな。 覚えてないんですけど、痛かったですよね、多分。<笑>やっぱ脇回りとか、お尻の下とか。なんか私多分筋肉系とか骨系よりも脂肪が苦手なんですよね。気持ち悪いですよね、鎖骨とかも。そうなんですよ。ちょっと最近またできちゃって悩んでますね。腰の、この後ろのとこ、にちょっと入れたいんですよね。
や逆に意味は持たせないようにしてます。やっぱなんか好きな雰囲気とかっていうのは変わらないと思うけど、やっぱその時の気持ちによってやっぱその なんて言うんだろう、名言とかその込める気持ちとか結構変わっちゃうと思ってるんですよね。だから逆に意味を持たせないで自分の好きな雰囲気だけを入れてった方がなんか絶対飽きないし消したいって絶対思わないなって思って、逆に意味は入れないようにしてます。どうなんだろう。でもやっぱ男気悪くなりましたね。あ、でもなんかすごい差がありますよね。やっぱり好きな人と好きじゃない人の差が激しいなって思いますね。ありますあります。タトゥー指名とかもありますね、逆に。でもやっぱタトゥーだから嫌だもいっぱいいます。なんか前にうちのお店ってちょっとお客さんとイエーイみたいに絡む時間があって、スキンシップみたいな、なんかそのそういう時になんか絶対タッチしてもらえないとかありました。普通にみんなにはイエーイってちゃんとタッチするけど、私には全然なんか目そらすみたいなありましたね。でもそうですね、元彼とかも言われたことあります。なんかそんなに増やしてどうするのみたいな、もうこれ以上増やしたら俺性欲出なくなっちゃうよって言われて、でその時もう別れてたんで、いや大丈夫ですって、それでいいですむしろみたいな、ちょっと気分で増やすんで、なんかその時はちょっと入ってたけどもっと増やすってなった時に、なんかまた入れるんだっていう話をしたらそういう風に言われたんで、あ大丈夫だよって。まあ入ってた方がいいですけど、結局入ってなくてもいいですけどね。どっちでもいいんですけど、まあ同じ性格同じ顔同じだったら入ってる方がいいかなぐらいです。まあ、なんかたまに怒られるのがめんどくさいなぐらいですかね。なんかなんで入れたんだみたいなのを、そんな知らない人に、やっぱ接客業とかもしてるんで、そんな知らない人に結構言われることが多いから、それがちょっとめんどくさいかなぐらいですかね。でもなんかそれこそタトゥーを通じて出会えたりとかする人は結構いて、それはすごいいいなってなりますけどね。つけれるアクセサリーみたいな感じですかね。そうですね、なんか私裸でよりも下着つけてる女の人の方がすごい可愛いと思ってて、だから脱いでも可愛い体になりたち、でなんかあの
空間をうまく使った曲を入れたいなってなったんで、うん、